ではみんな、はじめ社長だよ。みんな、もうすぐ受験の季節だね。みんなちゃんと勉強してるかな。よいしょ。ああ、恥ずかしい。こんにちは、はじめ社長です。受験生の皆さん、どうですか勉強。はじめさん、勉強どうやってますかとか、なんか受験で勉強できません、助けてくださいとかよく来るんですけど、まあ頑張ってください。僕も高校とか中学とか全然勉強してなかったんで、バカなんですよ僕。知ってると思うんですけど、バカなりに勉強して、まあ、一応大学に行くぐらいは勉強したつもりなんですけど、何もない日は10時間以上は確実にしてたんで、まあ、ほんとね勉強嫌いだったんですけど、頭いい方がかっこいいと思ったんで、高校3年生から学校で順位が張り出しに、なんか小テストとかでも順位が張り出しになってて、得意な英語だけはできるだけ常に1位でも、何この順位表見ても一番上に俺が乗ってるから、なんかみたいな、こうなんか学校来ても、あ、また1位っすか、うーみたいな、そういう感じで頑張ってましたね。そういう感じで、でなかなか勉強に集中できないってくるんですけど、僕が勝手に編み出した勉強法を教えてあげましょう。これから寒くなってくると風邪ひきやすくなったり、インフルエンザも毎年のように流行ったりして、体調管理もすごい受験生の方は気をつけないといけないんですけど、まあ皆さんよくマスクしますよね。僕もよくするんですけど、受験中はもうマスクして勉強してください。僕はずっとマスクして勉強してたんですけど、マスクしたら集中力が僕の時上がったんですよ。なんでかというと、マスクしてたら、ちょっとでもこれ言ったらまたなんかそんなことないとか言われるけど、これ本当なんでちょっと聞いてくださいね。なんかオペする人ってみんなマスクしてません？こうやってしてるっしょ？してないの？自分がオペする人と思って勉強してました。意味わかんないとか言わないで。オペする人って集中力あるじゃないですか。知らないんですけど、なんでもう勉強がオペみたいな感じで、なんかこう何机に向かってもうすっごい集中して、もうなんだろう、なんかもうこれしかしないみたいな。携帯も電源切ってましたね、ずっと。もう10時間ぐらいマスクつけて、もうちょっとなんか呼吸が荒くなって、こう医者になったつもりで勉強したら多分集中力変わると思います。多分知らないですけど、はい。ということで、ぜひ集中できない人、自分は手術をする医師のつもりになってマスクして勉強してみてください。こんなんでいいのかな。まあ一回試したら分かると思います。マスクつけるときだけ勉強しかしないみたいな、そういうなんかオンとオフの切り替えをしっかりすれば勉強できると思います。というわけで、受験生の皆さん頑張ってくださいね。じゃあな。